化粧品事業への進出。1915年、創業者福原有信の三男福原新造は有信から資生堂の経営を委ねられ、事業の主体を薬品から化粧品へと移しました。新造は初代社長に就任する以前に家業を継ぐべく薬学を学ぶためにアメリカのコロンビア大学に留学しましたが、留学を終えると1913年、生来の芸術家志向からパリに留学しました。パリでは当時の芸術の潮流であったアール・ヌーボーやさまざまな前衛芸術の活動に触れ、西洋の新しい芸術文化の精神を吸収し、資生堂の企業活動に生かしていきました。またアメリカ留学時代に知り合い、当時ニューヨーク大学で経営を学んでいた後に2代目社長となる松本昇を資生堂に招き入れ、販売体制を整えました。当時の代表的な商品には、レーベルがすべて英語で西洋風のパッケージがモダンなヘアトニック、フローリンや、おしろいといえば白が主流だった時代に7色も揃えた七色粉おしろいがあります。また新造は、目に絵、耳には音楽、手に彫刻があるのに、なぜ鼻には芸術がないのか、僕は香りを芸術にまで高めたいと語り、本格的な香水も作り始めました。中身処方はもちろん、パッケージにもこだわって作られたこれらの商品は、商品をして全てを語らしめよ、物事は全てリッチでなければならないという新造の信念が形になっています。